6カ所再処理工場の全計6カ所再処理工場は日本原燃が所有する核燃料の再処理工場。1993年から約2兆1900億円超の費用をかけて青森県上北郡6カ所村八坂平地区に建設が進められている。2006年よりアクティブ試験を行っている。日本の原子力発電所で使用され終わった。 使用済み核燃料を集め、その中から核燃料のウランとペルトニウムを取り出す再処理工場である。予定されている最大処理能力はウラン800トン。年、使用済み燃料貯蔵容量はウラン3000トン。国際原子力機関の査察を受けている。茨城県東海村に日本原子力研究開発機構が所有する再処理工場を置換する施設とされ、 青森県六ヶ所村の敷地内には、ウラン濃縮工場、六ヶ所低レベル放射性廃棄物、埋設センター、六ヶ所高レベル放射性廃棄物、貯蔵管理センターが併設して建設されている。今後、モックス燃料工場の建設も予定されており、核燃料サイクルのための核燃料コンビナートを形成する。ラーグ再処理工場での実機訓練など、 各燃料サイクル事業で先行するフランスから技術協力を受けている。1993年に着工したものの様々なトラブルが相次ぎ春行は25回延期している。2015年11月16日には春行時期を2018年度上期に変更することが発表された。しかし、2017年10月11日、立屋に 雨水が流入するトラブルなどについて点検せずに点検日誌に異常なしと記載していた問題が判明し、日本原年の工藤検事社長は2017年9月29日の定例会見で2018年度上期完成目標について厳しいとし、今後の見通しも言及できる段階にないと述べた。さらに原子力規制委員会は虚偽記載を保安規定違反に当たると認定し、 施設稼働の前提となる安全審査を一旦休止することを決めた。これら延期と合わせて建設費用も当初発表されていた7600億円だったものが2011年2月で2兆1930億円、2017年7月で約2兆9500億円と膨れ上がっている。2020年7月29日新規制基準に適合しているとして、 原子力規制委員会から変更許可が発出された。2006年3月31日に日本原年は6カ所村に隣接する三沢市など合計5市町村とアクティブ試験についての安全協定を締結した。同日中に開始されたアクティブ試験では17ヶ月をかけて本物の使用済み核燃料からプルトニウムを抽出し施設の安全性及び環境へ放出される。 放射性物質の量を確認する。430トンを処理して4トン前後のプルトニウムを抽出する予定であった。国に提出されている再処理事業指定申請書には放射性廃棄物の環境への推定年間放出量が記載されている。この値に基づいて周辺住民などの年間実行線量等量が推算されている。また保安規定として同じ量を 放出管理目標値に設定している。国や原年は、これらの多くは、大気や海水によって希釈されるので、人体に影響が出るレベルの染料にはならないとの立場をとっている。一方、本施設に反対する立場の人々は、被爆量による説明を受け入れていない。また、ほとんどの放射性物質は、生物濃縮されないが、要素129の未回想に蓄積されるため、まず、 三陸沖の海藻が放射性物質によって汚染され、食用にならないのではないかと考える者も,もいる。本格稼働した場合に、この三勝理工場から空と海に放出される放射能は1日分で原発1年分になるという主張もある。現年は自社の計算を前提に、周辺住民の1人当たりの年間被曝量は国の基準を大幅に下回るので、 問題ないと主張するが、その計算や国の基準自体の信頼性を疑う者も,もいる。実際の放出量は事業者である日本原燃のホームページで見ることができる。2006年4月から2009年3月に再処理された使用済み核燃料及び放出された放射性物質の量は以下の通りである。青森県と事業者である日本原燃は 環境への放射線等の影響をモニタリング調査して市販機ごとに評価して公表をしている。青森県は6カ所最小理工場の稼働に伴う環境モニタリングへの影響を辞表のように見積もっている。実際に使用済み核燃料を使った試験1件は1億の1億倍である。1兆は1億の1万倍である。検出限界未満。 ありがとうございます。